藤沢秀平作「橋物語」より「小さな橋」で「一」「腹っぱに行こうよ」朝吉の声がした昼過ぎ遊んでやったのにまだ遊び足りないらしかった朝吉の余ったれた声を聞くと工事の気持ちはグラグラする日は傾いたがまだ遊べない時刻というわけではない 家の中は少し薄暗くなっているが外はまだ明るいだろう現に木戸のあたりから女の子たちが歌うまりつき歌が聞こえてくるだが康二は我慢した「今忙しいんだよ」康二は米を研いでいたそれが終わると姉の寮を迎えに行かなければならないもう朝吉と遊ぶ暇はないのだ今日の遊びは終わりだった。 どうしてさ、今何やってんだよ米研いでんなじゃあそれが終わったら原っぱ行こうよ工事は泣きたくなる荒々しい音を立てて米を研いだ原っぱというのは宗電寺の後ろに広がる雑木林と吉野茂湿地のことである寺の境内からこの原っぱにかけての一帯は町の子供たちの遊び場所だが 日暮れにななるると寂しくなる親たちは口やかましく日暮れ時に原っぱに行くんじゃないというだから浅口は一人では心細くて誘いに来ているわけだろう浅口は二つ年下の八つである今から行けばちょっと遊んで日が暮れるまでに帰れるなと思うよしの間に見つけてあるよ切りの巣を覗いてくるだけでいいのだそう思うと やはり心が動くが工事は我慢した朝吉には答えずに米を研ぎ終わり水の加減をしてかまどの上にかけたそれから尻を追っ立てて台所に雑巾がけし裏の戸締まりを確かめ外に出ると朝吉が立っていた「なんだおめえまだいたのかダメダメだ。 俺ららはこれから姉貴を迎えに行くんだ。朝吉はチェッと言って膨れ面をしただが工事はもう朝吉には構わずに裏だらの木戸を出た外に出るとすぐに朝吉の母親に会った朝吉の母親は表の店で買ってきたらしい大根を両手に一本ずつぶら下げている「おやこうちゃん」 朝吉の母親は太っている。丸い顔に細い目をしている。その目を一層細めて笑いかけた。姉ちゃんのお迎えかね工事はうんとうなずいただけで急いですれ違った。工事の小さな胸に、地軸感のようなものが溢れる。みんな知ってんだ。工事が姉のお寮を迎えに行くのは、 姉が怖がりだからでも体が弱いからでもない通い勤めしている松ヶ谷町の米屋の手代で重吉という男とできているからだったできているということがどういうことか康二にははっきりわからないともかくできている中だから2人で夜遊びしないように店が終わったらすぐさまうちに連れてこいと康二は母親に言いつけられている 母親のおまきは牛米水道町の飲み屋に勤めていて昼過ぎに出て家に戻るのは夜の五つ午後八時過ぎになるしかも大概酔っ払って帰るから姉の見張りなど行き届くわけがないそれで工事を頼りにしているのであるだがお量は十六である六つも年下の弟の監視を受けなければ まっすうちに帰れないというのは感心した話でないことは康二にもわかる朝吉の母親は「おたふくのお面のような笑顔でお迎えかね」などと言ったがあの笑いには軽蔑の眼差しが含まれていたと康二は思うその上夕方の一番いい時刻に姉の迎えに行かなければならないというのは康二にとっては痛手だった 以前こんなことがなかった頃は米を研いだり葉っぱを切ったりした後、もう一遊びできたのだこれもひとえに姉があの十吉という手代とできたためだと思うと工事は男が憎らしかったそしてこうしたことは先日詰めれば父親が突然姿を消したからこんな風になったのだといつもの考えに落ち着くのだった 父親がいないから母親のおまきは夜の働きに出なければならないし、親がうちにいないから姉は十吉とできて、隙があれば夜遊びしようと狙っている。結局一番割り送っているのはおいらだと工事は思わざるを得ない。父親がいなくなったのは工事が六つの時である。ある朝、まだ十分に夜が明けないうちに、 父親の民蔵は町外れの小さな橋を渡って音は九丁目に続くまっすぐの道を遠ざかっていったのだ小川にも道にも白い霧が張っていて民蔵の姿は間もなく霧に紛れて見えなくなった公次は母親と二人で民蔵を見送ったのであるそのまま4年たったが なぜ父親の民蔵がいなくなったのかは母のおまきも姉のおりょうも話したことがない工二が聞いても二人とも不機嫌な顔をするばかりであるいつか民蔵は帰ってくるのかそれさえ分からなかったあ危なかった米屋が見える場所まで来た時工二はぎょっとして目を見張った 姉は帰り自宅をしてもう店の横戸に出ていてその脇に重吉がいるではないか出掛けに朝吉と話したり途中考え事をしながら来たためにいつもより少し遅れたようだった松ヶ江町と古川町の間の道は夕方の買い物で人が混んでいる工事は人をかき分けるようにして急ぎ足に姉のそばに行った ほら、ちゃんと来たでしょ。お寮はそう言って重吉に笑いかけた。その笑い方が康二には気に入らなかった。お寮はうちにいるときは口をすぼめて笑ったりはしない。大抵は口を開けっぱなしてバカ笑いをしている。はなはだしい時は笑いながら横に倒れたりする。気取ってやがら、と康二は思い。 おまけに体をくねらせたりして気色ありったらありゃしないと思ったできるということがこういうことならバカらしいことだったコウちゃんご苦労だね重吉がなるなれしく言った重吉は背丈もありがっしりした肩を持ち米屋の手代らしく力がありそうだった男ぶりもまあまあだろうと康二は思っている だが、この男がいるために毎日姉の迎えに来なければならないと思うとやはりあまりいい気持ちはしないのだなれなれしく肩など叩かれても白い歯を見せるわけにはいかないと工事はむっとした顔で重吉を見返したものは相談だ,だが<ん>重吉は不意に工事の前にしゃがむと懐から財布を出し 中から穴あき線を詰まり出して手のひらに乗せた工事が素早く目で数えると銭は十文があったちょいとあんたの姉ちゃんと話がしたいんだいやいや変なことするわけじゃない工事の顔色を見て重吉は慌てたように手を振った場所も言おうそこのな 角の甘酒屋でほんの一時話をするだけだがどうだろうそうさせてもらえればお立ちにこの銭をはあげるがこの金があれば朝吉や亮太源氏などに水雨を振る舞うことができるなとコーは考えた一つ年下で仲がいいおよしにもおごれるコーは気持ちが動いた慎重に おいら、ついていっていいかいえ重吉は絶句しておうの顔を見上げた。おうはにやにや笑っている。そしてうじに言った。ダメよ。二人だけで話したいんだもの。それじゃあダメ。うじはムッとして言った。お金はいらないよ。し思決心。重吉は諦めきれないように、 手のひらの上の銭をもてあそびながら言ったおっかさん今うちにいないんだろこうちゃんさえ黙っていてくれたら分かりゃしないんだがなほんの一時でいいんだぜだめよ工事はかたいんだからとお寮が言ったまたにしましょうよそのうちいいおりがあると思うわ 「お寮は大人びたた。た。口調で言った工事は不思議な気がしたおうちの中にいると始終ふざけて工事を相手に追っかけっこをしたり組打ちをしたりする」だが重吉にそう言っているお寮は一人前の大人のようだったそういえば顔色も頬のあたりが蒸気しているようにほの赤く目は生き生きと光っていつものお寮のようではなかった。 お寮は見知らぬ女のようにも見えた男とできるということはうちの者と他人になることなのかそうかい残念だなせっかく俺の方にも暇ができたというのによ重吉は未練がましく言ってようやく銭を財布に戻した「ああと工事は思ったが腹に力を入れて我慢した。 母親を裏切ることはできなかった家の中でただ一人の男として責任があった2朝飯を食いながら母親のおまきはくどくどとお寮に文句を言ったいいかい付き合っていたらいずれろくなことにはならないんだからね重吉という人はあんた何だと思ってんのさ子持ちだよ れっきとした女房がいて子供がいるんだよ浩二は箸を止めて母親の顔を見上げたおまきは寝不足の青い顔をしていた昨夜は帰りが遅く待ち人が閉まる間際にそれもへべれけによってはうようにして帰ってきたのだそれも店で何か面白くないことがあったらしくちきしょうとかあの野郎とか コウがこれまで聞いたこともないような口汚い悪態をつきしまいには起きて待っていたお寮にしきりに絡んだコウは次のまで寝ていたがこの騒ぎで目を覚ました母親の女だてらの悪態声が近所の目を覚ましゃしないかとコウはひやひやしたが一方で次第に心が物悲しく沈む気もした お寮だけでなく、母親まで以前と少し変わったように思われたからであるおまきは青白い機嫌が悪い顔をしていたおりょうに対する文句は昨夜の続きだった「お前まだ十六だろう？騙されてんだよあの男に」「どうしても付き合うのをやめないって言うのなら私がいっぺん会うよ」 あっってての男に言ってやるさやめてよみっともないそれまで黙って飯を食べていたお寮が顔を上げてふいに言ったあたいだってもう子供じゃないんだから自分のやってることぐらい分かってるよ余計な口出ししないでよみっともないだっておまけががたりと飯盤を下に置いた親に向かって何て口のき方ないみっともないのはどっちだい まだケツの青みも取れないひよっこのくせして、一人前に小持ちの男なんかを追っかけ回してさ、おっかさんの方こそみっともなくって人前に出られやしないよ。工事はそっとお膳の前から立ち上がると草履を履いて外に出た。家から二三歩離れた時、中からお寮の泣き声が聞こえた。ああ、だやだ,だ。 朝っぱらから親子喧嘩をしてみっともないのはあの二人じゃないかと思ったそれにしても母親の言うことも一理あるという気がした十文で騙しにかかった十吉に嫁もいて子供もいるとは知らなかったそれだったらお寮が十吉の嫁になれるわけはないあの男の前で体をくねらさったりしても無駄なのだするとできたというのはどういうことなのだろう 浩二が難しい顔をして軌道を出ると浅岸が読んだ見ると浅岸だけでなく源氏亮太英介、それに女の子がおよし徳江お春と3人も固まっているみんなの顔を見ると浩二はスっと胸が張れるのを感じた「みんな行くか」「胸を張るといった感じで浩二は言う」 みんな一斉にうなずいてニコニコした浩司は昨日の夕方義桐が卵を産んだのを確かめたのだ2つの巣の中に小粒で白に焦げ茶のまだらがある卵が合わせて8つも入っていたのである浩司は裏棚に飛んで帰ると今日卵をお店に連れて行くと触れを回しておいたのである 町を外れてみんなは宗電寺裏の雑木林に入っていった近くの百姓屋で下草を刈るので林の中はきれいになっているところどころに子供たち二人でも抱えきれないほど太い松があり他は奈良や江賀の木欅、モビ紅葉などが雑然と空に枝を伸ばし日を遮っている裏棚の子供たちは 狭い路地から抜け出してよくこの林にやってくるセミを取ったりトンボを取ったり女の子なら漢木の陰に咲いている花を摘んだりここに来ると遊びの種は事欠か,かなかったのだあちこち木の根の辺りに土を掘り返した跡があるのは工事たちが腰の曲がったセミのおばばを掘り出した跡であるだが子供たちは工事や 工事と同い年の源氏それに今日は来ていないが一つ年上の小作など年上の子を除いて一人で林に来ることはない大抵二三人連れ立ってきて遊びは日が暮れないうちに切り上げるそれは親たちからやかましく言われていた林は奥深く子供の一人や二人すぐに見えなくなるのだことに薄暗くなるとこの辺りには よからぬものがする子供たちは親にそう言われていたしそれを信じていただが今は林の中は木の葉を漏れる日の光で明るかった子供たちは一列になって林の中を進んだそして不意に目の前に最も豊穣な光があふれた林が切れて目指す湿地に出たのである 青空が広がり遠く近く義霧が鳴いている密集した吉の原が目の前にあった一度だけ光司は源氏と二人で吉原を奥へ奥へと進んでいったことがある吉の刃先ははるかな空の中ほどまで伸びていて二人は森の中をさまようような心細い気分になったがついに腹を突っ切った時 目の前に広い田んぼが広がっていた。田んぼの向こう側に四五軒の百姓屋が小さく固まっているところまで見極めて、二人は満足して帰ったのである。濡れてもゾリを脱いじゃダメだぞ。足が切れちまうぞ。工事はみんなに注意を与えてから吉原に踏み込んだ。中には工事たちが、 よしを踏み折ってつけた道があるよしきりの巣は7つもあるので道は途中から分かれて迷路のようになっていた卵が入っているのはその中の2つの巣である歩いていくと道はじわりと沈み足元が濡れたところどころに水たまりがあり水は澄んでその中で泳いでいる黒い虫が見えた子供たちは黙りこく,くって歩いているので 腹の中は、吉切のけたたましい鳴き声と時々風が揺すっていくはずれの音が聞こえるだけだった。暑かったが、誰も暑いとは言わなかった。ここだコージは小さい声で言った。近くで吉りがさえずっている。鳥を驚かせてはいけないのだ。子供たちは空を見上げた。黒っぽい椅子が。 葉の先端から2尺ほど下がったところに浮かんでいるよしきりは34本のよしを支柱にして巧みに巣をかけるのだ巣は浩二が手を伸ばしても届かない高い場所にある「どうするのうちゃん」とおよしがささやいた「しっ」と言って浩二は支柱になっているよしに手をかけると 折れないように気を配りながらゆっくりたぐり始めた。すぐ近くで竹だけしくよしりがさえずっているが姿は見えなかった。工事の手の動きに従って巣はだんだんとみんなの頭の上に降りてきた。もっと後ろに下がってと工事は言った。ついに巣がみんなの前に降りてきた。斜めにかしいた。ほとんど滑らかな巣の内側に 小粒な卵が五つ入っているみんなは一斉に手を叩いたすると吉桐のさえずりがピタリと止み続いて鳥が飛び去る羽の音がしただが吉桐は離れたところでは休みなくさえずっている向こうの巣に三つ入ってる見るかゆっくり手間をかけて巣を上に戻しながら工事が言うとみんなは口々に見ると言った どの顔も興奮して赤くなり目がキラキラしているのを工事は満足そうに見回し「よし見せてやる」と言った卵が入っているもう一つの巣と他に空の巣を一つ見てみんなは吉原から出た中は蒸し暑く歩き回っている間にすっかり汗をかいたがみんな満足していただが半助棚の子供たちは 吉原から出たところでぎょっとして立ち止まった目の前に同じぐらいの年頃の子供たちが五六人立ちふさぐように固まっている見たことのない顔だったよその町の連中だと浩二は思った「お前ら中で工事より2つぐらい年上に見える大柄な子供が欧平な口調で呼びかけた卵を探しに来たんだろ?」。 そうだよ。孔次は言ったが急に腹が立った。それがどうしたい後ろからおよしが腰をつついて、こうちゃん喧嘩はやめてよと言ったが、孔次はその手を振り払った。吉原の中の道は自分たちでつけた。その卵も自分たちが見つけたものである。よその町の連中に咎め立てされる言われはない。卵あったかいあったさ。だからどうだって言うんだよ。 俺たちにも分けるよなもう一人の子供がニヤニヤ笑いながら言ったすると顔も見たことがないその連中は一斉に小バカにしたような笑い声を上げ口々に「おめえらで独り占めにすることはないだろう」とか「卵はうめえぞ」とか言ったたちの悪い連中のようだったふざけるんじゃねえやこの腹っぱ俺たちのもんだぞ 気の強い源氏が前に出てきて口を尖らせて言い返した。あんなこと言ってろ。大柄な子が他の連中の顔を見回して消しかけるように言った。こいつらチビの癖していい。生意気だと思わねえか連中が一歩前に出てきた。すると工事の脇に源氏とり太英介が出てきて並んだ。喧嘩だと康事は思った。 浅吉は臆病で前に出てこないが喧嘩ならこの4人で十分だと思った町内の他の連中とやり合う時も大概はこの4人で戦ってあまり負けたことがない喧嘩慣れしていた向こうがやる気ならやるぞと思った時き、喧嘩する前にいつもそうなるようにまたぐらが涼しくなるような感触が襲ってきた「おめえらやるか!」が叫んだ時 後ろから徳江が出てきて源氏の横に並んだ徳江は浩次と同い年で気の強い女の子である「おいお前引っ込めよ」と浩二が言ったが徳江はもう目を怒らしていた双方がもう一歩ずつ前に出てそして突然乱闘になった浩次は脇目も振らず大柄な年上の子に組みついていった後ろでおしたちの派手な悲鳴と朝吉の泣き声が起こった 工事は何度か頬を殴られたがくみついた手を離せず相手の股倉を蹴り上げ手に噛みついた夢中になっていた3日が落ちかけて薄暗くなった町を浩司はかけていた姉の涼を迎えに行くのが少し遅れている途中で帰ってくる姉に会いはしないかとキョロキョロすれ違う人を見ながら走った。 五日前の喧嘩かはみんな頭にこぶを作ったり唇を切ったり足を蹴られたり次の日もびっこを引いたりしたもののしびよく勝ったどっかの町から来た連中は逃げたがそのうち鳥の巣をめちゃめちゃにしてあるぞとか卵を取ってやるからなとか捨て台詞を残していったそれで翌日から工事たちは代わり番庫に林の隅で張り番をしているのである。 工事は日暮れ前の針を引き受けていた鳥の巣なんか壊しに来たら相手が何人だろうとやっつけてやると意気込んでいた今日も米を研ぎ葉っぱを刻み台所の拭き掃除を終えると林に行って源氏と針盤を代わったのだがもう少しもう少しと思っているうちに迎えの時間が遅れてしまったのだった息せきって駆けつけると 米屋ではちょうど戸を閉めているところだった。お料の姿は見えず、あたりはすっかり暗くなっている。孔次は胸騒ぎがした。あの、孔次がおずおずと呼びかけると、戸を閉めていた若い男が振り向いて威勢よく言った。仲良かい坊主。姉、もう帰ったでしょうか俺って誰のことだい おお店でで働いているお寮です。なんだよおめえお寮ちゃんの弟かねはいおかしなこと言うじゃないか弟さんよ姉ちゃんは今日店を休んでるぜ浩二は胸の中で何かがはじけたような気がした呆然と若い男の顔を眺めた姉は朝いつものように店に行くと言って家を出たのだ 行ってくれよこうちゃん」と手を振って軌道を出て行った後ろ姿を工二は見送っている「あれ俺が嘘でもついてると思ってんのかい,いいえ工二は激しく首を振ったいつかやはり少し迎えが遅くなって店に着いた時辺りが薄暗くなっていた時店の横で手を握り合っていたお寮と重吉の姿を思い出していた」 あの十吉さんいますか十吉おお手代さんかいあの人なら昨日辞めたんだがね工事は一瞬目の前が暗くなったどういうことか詳しいことはわからないが大変なことが起こったという気がしたおっ母が心配していたのはこういうことだったのだあのまだ なんか,よかい重吉さんのうちわかりますかうちかいあっさて若い男は腕組みをして首をかしげたがやはり威勢よく言った町な今中でね聞いてやろう男が戻ってくるまで工事は暗い路上に震えながら立ち続けた機嫌のいい顔で軌道を出ていった姉を思い出していた やがががてて足音がして男の顔が内側から覗いただが男は道に出てこようとはせず工事を手招きした「ちょっと中へ入りな旦那が用があるそうだい」工事が店に入ると帳場から太った中年の男が立ってきて工事を手で招き板の間にしゃがんだそれが旦那らしかった案内した若い男はそのまま店に上がって奥に姿を消した。 孝二は立ち込めている米とぬかの匂いの中で店に積み上げてある米俵の山を落ち着きなく見回したあんたお寮さんの弟さんだって旦那は落ち着いた丁寧な口調で言った孝二は口の中ではいと言ってうつむいたお寮を訪ねてきたそうだが姉さんは今日店休んでるよ うちにはいないのかどうなんだね姉は朝お店行くと言って家を出たんです。うん。旦那は首をかしげた。あんた十吉のうちがどこかと聞いたそうだが、なぜだね行ってみようと思って。姉がそこにいるかもしれません。なぜそう思うのかね あの姉は十吉さんとできていましたから旦那は笑い出したあまり笑って苦しそうにむせている旦那を工事はきょとんとして眺めていた子供はそんなことを言っちゃいけない、うん、ようやく咳が収まった旦那は手を振ってそう言った、うん、それであんたは十吉をよく知ってるのかねつまりだ十吉は あんたたたの家に行ったりしていたかね浩次は首を振った「うん重機中は昨日突然にこの店を辞めた」「そらいいが少し店の金をくすねていったようでな」「まあそれほどの金でもないので女将には届けたくないと思って実は明日にでも」 十吉のうちに行ってみようかと思っていたところだ。だが、あんたの話で事情が少し読めてきた。二人は駆け落ちしたかもしれんな。あんたがそうしてお寮を探し回っているところを見るとな。駆け落ちというのは何だろうと孔子は思った。姉のように突然いなくなることか。 すると4年前に姿を消した父親の民蔵も駆け落ちしたのか「ああ十吉の家を教えてあげてもいいが行っても無駄だろうそれでも行ってみるかね行くなら図面を書いてやるが教えてください」と工事は言った重吉の家は松ヶ谷町からずっと と西の天神町というところにあった暗く長い道を工事は常夜灯の明かりで米屋の旦那が書いてくれた図面の目印を読んだり通りがかりの人に尋ねたりしてたどっていた暑い夜で町家ではまだ家の前に縁台を持ち出して涼んだりしている人がいたが全く人通りのない武家屋敷や寺の横を通る道もあって 工事は肝を冷やした。重吉の家を訪ね当てた時康二はひどく疲れていた腹もすいていたのだ重吉の家は表棚で障子から明るい光が漏れて中で赤ん坊の笑い声がした出てきたのはまだ若い女で腕に赤ん坊を抱いていた「重吉さんいますか?」と康二は言った。 はままだ帰りませんけど重吉の女房と思われるその女は工事があまり小さいのでびっくりしたようだったまじまじと眺めていった「あのあんたはどちらのお使いですの重吉さんどこ行ったか知りませんか?」。女はけげんそうに首をかしげた「朝お店に出かけてまだ帰っていないんですよ」「もうじき帰るだろうと思いますけどね」。 は後じさりしたこの人は何も知らないのだと思った重吉が店を辞めたことも突然いなくなる駆け落ちをしたことも康二は姉の亮が遠いどことも知れない場所に去ってしまったのを感じたむずかり出した赤ん坊をあやしながら何か呼びかける女から逃れて家を出ると康二は暗い道を走った どっかへ行ってしまった姉を思うと走らずにはいられなかった駆け落ちというからには姉もどこか遠い道をこうして休みなく走っているのかそう思いながら息せき切って走る工事の方を涙がこぼれ落ちた4工事は林の中の一本の松の下に足を投げ出して座っている。 吉の穂の陰に日が沈もうとした時より風が吹くとヨシは波のようにざわめく音を立て穂は乱れて日に光ったそして風が通り過ぎると吉原は静まり返り遠くで鳴いている義シの声がはっきり聞こえる義シは暑くなり始めた頃は林のすぐそばまでやってき 時には姿を見せて、竹だけしくさえずっていたものだが、今は吉原の奥の方で泣いている。心なしか、その声には元気がなかった。吉桐は、非一日と遠くに去ろうとしているように思えた。康二がこうして座っているのは、吉桐の卵の張り板をしているのである。いつか喧嘩をしたよその町の子供たちは、その後一向にやってこなかった。 源氏や良太たち半助棚の工事の友達は初めの間こそ張り切って卵盤にやってきたが喧嘩相手がさっぱり現れないのでそのうちすっかり飽きてしまったようだった今もやってくるのは工事だけであるその工事にしても半分はうちにいるのが嫌だから林にやってくるのであるお亮が駆け落ちをしてから半月ほど経つ お寮がいなくなると母親のおまきは時々店を休むようになった店を休んで工事に酒を買ってこさせ昼の間から酒を飲んだりする飲むだけならいい酔っ払って工事に愚痴を言ったり果ては泣き出したりするろくに髪を溶かさずそうしている母親は醜かったいたたまれなくなって工事は家を出る 今日も孔次は酒を買ってこいと言われ、酒屋に行ってくると、そのまま家を飛び出してきたのである。母親は今頃は一人で酔っ払っているに違いなかった。姿を消した父親を愚痴り、お寮を罵り、あたしほど不幸せな女はいないという。そして工事に向かってお前だけが頼りだからね、などと言ってにじり寄る。 母親の体からは腹をつまみたくなるような酒の蚊が押し寄せてくるのだそのくせ母親は店に出た夜は時々得体の知れない男に送られて派手な強制をあげたりしながら帰ってくるのであるそういう時工事は耳を塞ぎたい気持ちになる俺が頼りだなんて言うならもっとしっかりしてくれと言いたくなる 康治はぼんやりと吉野腹の向こうに日が落ちるのを眺めていた「吉桐は卵を返したろうか」と思うこともあるがもうそれを見に行く気持ちは失われていた少し薄暗くなってきたが康治は動く日にはなれないでいる膝を抱きその上に顎を乗せて赤く染まり始めた空を見つめているお漁がいなくなって 夕方、慌てることもいらなくなったのだ。ふと、林の奥に人影が動いたような気がした。遠い林の外れのあたりだった。目を凝らしたとき、動くものは見えなくなった。何だろう。工事は立ち上がった。ゾッとして逃げ押しになっていた。夕方になるとこのあたりには良くないものが出てくる。そう言 ている裏棚の人たちの言葉を思い出していたまた何かが動いた同時に人の声がした「いたぞそっちに回れい」遠い罵り声がした23人の黒い影が林の中に走り込んでくるのが見えた薄暗く遠くてはっきりは見えなかったが黒い影の一つが手を挙げて振った時その手に鈍く光るものが握られているのが見えた 康ウジは足が震え動けなくなった。松の幹に背をこすりつけるようにして立っていた。すると突然、後ろに足音がして黒いものが康ウの脇をすり抜け、目の前の吉原に駆け込んでいった。あっちゃんだ吉の薄闇の中に沈んで見えなくなった背を見送りながら、康ウは思わず叫びそうになった。 尖って痩せた肩と少し前かがみにした背が一瞬だったが4年前の朝町外れの小さな橋を渡っていった父親の民蔵に間違いないと思われたすぐに荒々しい23人の足音が横から迫ってきた「おい誰かいるぜ」行き過ぎようとした足音が戻ってきてそう言ったまがまがしい顔をした男たちに工事は取り囲まれていた。 男たちは3人で1人は素手だったが他の2人は手に抜き身の合い口を握っているおい小僧太った素手の男が唇をゆがめて浩二の顔を覗き込んだ「女とゴルで何を知ってんだ」「まあそれいいよおめえ誰か見なかったかいい」浩は激しく首を振った「嘘をつくとこれだぞ」一人が合い口の腹で、 工事の方をピタピタタと叩いた愛口の冷たさが工事の恐怖を絶頂に押し上げた工事は目をつり上げ夢中になって首を振り続けた男たちは低い含み洗いを合わせそれから宗電寺の塀の方に歩いていった「逃げられたな野郎今度見つけたらただじゃお金」などという男たちの声が聞こえたがその声も消え たりは急に静かにかなっき切の声もいつかやんでいる吉原の上にはとろりとした夕焼けの空が広がっていてその中はもう暗くなっていたふいにピチャピチャと水音がして吉がざわめき男が林に上がってきた男が工事に近づいてちょっと立ち止まったがすぐに背を向けてさっき走ってきた方角に歩きだした その背に康二はまたしてもはっきり父親を見た「ジャン康二が呼びかけると男は振り向いた宇が近寄ろうとはしないで確かめるようにこちらを見ている酒焼やきが伸びて少し人相が変わっているが頬骨が突き出た顔の輪郭は紛れもなく父親の民蔵だった康二は胸が迫った「ジャン俺だよ!」 だよ。すると民蔵はゆっくり近づいてきて浩二の肩をつかんだなるほど浩二だ大きくなったからわからなかった懐かしい父親の肉声だった浩二は胸の赤の塊が喉の方まで膨らんでくるのを感じたおめえこんなところで何してる民蔵は、 さっきの悪党たちと同じことを聞いただが工次は答えないで民蔵の袖をつかんだ「うちへ帰ろうよおっかが待ってるよいやうちへは帰れねえ」と民蔵は言った「おっかあに渡すものがあってなちょっと帰ってきたんだが悪いやつらに見つかっちまったうちへ近寄るとおめえたちが迷惑する」 そうだ、ちょうどいいところであった。民蔵は懐を探ると、布に包んだ紐で縛ったものを取り出し、工事の手に握らせた。受け取るとずしりっと重かった。彼だ、演習屋さんに渡してくれろと、おっかあにいいな。そういや、わかる。それからいえ俺はすぐに江戸を出るが。 もう二度と江戸に戻れねえ体になったと。だから俺のことは諦めて、いい人がいたら一緒に暮らせとな。ちゃんがそう言ったって言うんだ。そんなの俺嫌だよ。言われた通りにしろ。大事なことだ。おっ母はまだ若いのだ。俺は元気かああ。 は嘘をついた本当のことを言う気にはなれなかったみんなで元気に暮らせ民蔵は不意に康事から体を離したさっきでったら戻ってくるといけねえからもう行くぞおっかを頼んだぞ民蔵の姿はかすかな足音を残して林の暗がりに紛れた。 その足音もすぐに聞こえなくなった。孔次は呆然と立っていた。五。戻ると家の中から母親のけたたましい笑い声が聞こえた。それに合わせて男が笑っている。孔次は奮然として茶の間に駆け上がった。前後挟んでおまきと痩せた高徳が向き合い酒を飲んでいた。 男はだいぶ飲んだ様子で、猿のように赤い顔をしている。よ、あんたがこうちゃんかな男は工事を見るとあぐらから星座に足を組み替えた。あんたのことはおっかさんからよう聞いています。はい。なかなかしっかりして働き者だそうですな。あたしは銀平と言いましてな。 お母さんとは長いい付き合いですどうですかなお近づきの印にいっぱい銀平は立っている工事に杯を差し出したその手をおまきが横からたたいた「よしなさいよ相手は子供じゃないかあそうか銀平は杯を下ろしていったそういうわけで今度このうちに厄介になることになりました 何文よろしくな。そう言ったが浩二が入り口に突っ立ったままで自分を睨みつけているので銀平は途方に暮れたようにおまきを振り向いた「あんな目で私あたしを睨んでますがなおまきさんあんたから何か言ってくれないかあのなうちゃん」今度は母親が浩二に膝を向けた。 おまきはいつの間に化粧したのか髪もきちんとゆい顔にはおしろいを塗り唇には毒々しい紅まで塗りたくっている頬が桜色に染まり変に生臭い女に見えたお父っつぁんがいなくなってさうちが困ってることはお前もわかってるだろうおっかさんが稼がないと食えない 姉ちゃんがどっかへ行ってしまっても探しに行く人もいないしこないだ大風で戸が壊れちまったけど治す人もいないやっぱり誰か男の人がいないと困るんだよね困らないよ浩ジはぶっきらぼうに言った男も変な男だが母親もいやらしかった醜い大人2人に対する嫌悪感で浩ジは吐き気がしそうだったそれでさ 母親は工事の様子には頓着なしに言葉を続け体をくねらせるようにして銀平に流し目を送った「この人はお店のお客で古い知り合いだから気心がよくわかってるわけ」「お前にもすぐわかるけど仏様のように気のいい人さ」「だからこの人にこうちゃんのお父っさんになってもらおうとお母さん決めたんだよ」「それでやだ と孔子は叫んだ。おいらのお父っつぁんはちゃんといるんだ。こんなおじさんなんか知るもんか。それゃいるさ。だけどどこにいるかわからないお父っつんじゃ、なんの役にも立ちはしない。母親が言うと銀平がげびた笑い声をあげて、ちげねえや、役には立たねえ、と言った。すると母親も声を合わせて笑い、 あんたはまたすぐ変なふうに考えるんだから嫌らしいよと言った。コージは怒りで頭の中が火のようになるのを感じた。二人を指さして叫んだ。それじゃあ、んたら二人で暮らしたらいいさ。おいら、こんなうちにいないよ。誰が一緒なんか暮らすもんかコ二ジは茶の間を飛び出した。そのままゾーリを引っかけて外に出た。コージ、 ちょっと町がどこへ行く気だいと路地へ出てきた母親がわめく声が聞こえたが工事は振り向かなかった木戸を出ると急ぎ足に町を歩いた日はすっかり沈み夕葉へも色が覚めてしまったが空には直後の明るさが漂っていた町にはまだ歩いている人がおり大通りの乾物屋の前では子供たちが45人固まって遊んでいたどこかで かやりをたく「いがしていいる。いつの間にか工事は4年前に父親を見送った町外れの小さな橋に来ていた橋の下にさらさらと水の音がした」「欄干に寄りかかって空を見上げると西の方は町の屋根の向こうにほんのひとひら黄色い日没の名残が残っているだけだった」 吉切はもう寝たろうかと工事は思った東の空には丸い銀色の盆のような月が浮かんでいるだが月はまだ町を照らすほどの光を持たず橋の向こうの音羽の町は黒っぽい薄闇の中に沈んでいるその中にチカチカと瞬く明かりが見えたこの橋を越えていこうか。 は思った無性に父親に会いたかったさっき林の中であった父親はまたこの橋を渡って遠くへ行ったのかと思った橋を渡ってどこまでも歩いていけばそこで父親に会えるかもしれなかったお金ならある懐にはさっき父親から預かった金がずしりと重く収まっている。 遠くへ行けば父親だけでなく姉のお寮にも会えるかもしれなかった。やっぱりここに来ていたんだね。不意に後ろで母親のおまきの声がした。元気のない声だった。工事は振り向かなかった。欄干に首を乗せるようにして暗い水面を覗き込みながらかたくなな気持ちになっていた。 おっっかかさんが悪かったよ。おまきはしおれていたあの人は帰ってもらったからうちへ戻っておくれお寮がいなくなりこの上お前までいなくなったりしたらおっかさんは生きてる気がしないよそんなことになったら死んだ方がましさ不意におまきはすすり泣いたその泣き声は浩二の心を動かしたが 浩次はそれでもまだ振り向かなかった「おっかさんも少し疲れたんだよお前には言わなかったけれど体の具合だってよくないしおまけは哀れっぽい口調で続けたあんな店で働いて好きでおしろいを塗ったり男の相手をしたりしているんじゃないよ元はといえばお父っつんが悪いんだよ お父さんは白金町の円州屋という問屋さんで番頭していたんだよそれが博打に手を出してお店の金を使っちまってね円州屋の主人が好人物で民蔵はお縄を免れた民蔵は旅で働いて必ずその金を返すと主人に誓って江戸から姿を消したのである だがそのまま一年経ち二年経っても何の落とさたもなかったおまきは二人の子供を育てることもさることながら遠州屋に申し訳がなくて身入りの多い飲み屋の借婦に身を落とし少しずつ遠州屋に金を入れていたのであるでもきりがない話だからねおとっつぁんのことはとうに諦めてるけど この先何年こんな暮らしが続くかと思うとふっと息が切れる時があるんだよでもやっぱりおっかさんが間違ってたあんな男はもうこやしないからうちへ帰っておくれ頼むからこうちゃんこっちを向いておくれよだがこうじは振り向かなかったほとんど母親を許していたが 男が一旦家を飛び出したからにはそう簡単には帰れないと思っていた「一緒に帰るのが嫌だったらおっかさん先に帰っているからきっと戻っておくれねおまきはそう言ったあとしばらく後ろに立っていたがやがて諦めたように歩き出す足音がした力のない足音だった。 康二は振り向いてみたがもう母親の姿は見えなかった康二は欄干の下に腰を下ろして膝を抱いた月があるので橋の上は明るい思い出したように橋を渡る人通りがあり人々は声をかけたものかどうかと一瞬迷う様子を見せて康二の前を通り過ぎて行く怒りが収まってみると腹が空いていた そのせいか時々コ二は眠気に襲われ頭を膝頭にぶつけてはハッと目覚めたコウちゃん女の子の声がし小さな手で肩を抱かれてコ二は頭を上げ目をこすったちょっとの間だが眠ったようだったおよしの顔が目の前にあったこんなところで眠ってたらダメじゃないおよしはにっと笑った おばちゃんがうちへ来たの。こうちゃんが橋にいるんだけど、呼びに行っても帰らないって。あんたが行ったら帰るかもしれないから行ってくれっておばちゃんに頼まれたの。おばちゃん、そう言いながら泣いていたわよ。みっともないおっかあだ。よその人にまで泣き顔を見せて。そう思ったが突然こうじは胸がふさがり、目から涙が吹き出るのを感じた。 コウジはうつむいて手で顔を覆ったするとおよしが腕をいっぱいに伸ばしてコウジをかばうように抱いた「かわいそうなコウちゃん」およしは細い腕に力を込めてささやいた「コウちゃんはおとっちゃんがいないからかわいそう」そう言うとおよしは自分も「えっえっ?」と鳴き声を立てた 二人はしばらくそうしていたが、涙が収まった康次がそっと顔を上げると、およしもちょうど顔を上げたところだった。二人は目を見合わせて決まり悪そうに笑った。およしは康次の肩に回した腕をといたが、今度は両手でくるむように康次の手を握った。二人は体をくっつけあって橋の上にしゃがんだまま、 しばらく無言で丸い月を見つめたようやくおよしがみじろいで言った「帰る?」「うん」「帰って母親に金を渡さなければならないが父親が言ったことを全部言っていいものかどうかと浩二はまだ迷っていたそしてそれよりも浩二はもう少しそのままでいたいような気がしていた」 「浴衣を通しておよしの体の温かみが伝わってくる」「日ざかりの臭い切れのような髪の匂いがし握り合った手は少し湿ってくすぐったいような感触を伝えてくる」「およしともう少しそうしていたいと思った」「そうしていると安心できそのくせ一方で心が落ち着きなく弾むようだった」 突然に工事は理解した。俺、およしとできた。